戦乱ニンニン忍者大戦ネプテューヌ少女たちの共演空が泣いている嫌な感じアル姫ここは現次元無数の忍者と流派が存在する戦乱の世ゲーム忍界いくつかの大国といくつもの小国に分かれそれぞれが権威ある大名によって治められ長きにわたり覇を競い争っていた各国は独自の流派を持ち頂上の戦闘力を有する忍者を抱え戦とは忍者同士で直接対決を意味するようになった鳩の国この世界に二大勢力の一つコマンド術式により強力な武具を操るコンパ流の忍者を擁する中央の大国マーベ国この世界の二大勢力の一つアクション術式により身体能力を強化し戦うハニパ流の忍者を擁する東の大国この二大国の対立戦は激しく深く熱く幾千のいや万の夜を越えて今宵もまた鳩の国のシェアクリスタルを破壊させてもらいますそれが私たちの任務ですからまた私たちにやられるだけなのによく来るわよねコンパ流の強さを思い知らせてあげるさあみんなやるわよ待たせてと言いたいところだけど見せ場はもう作ったでしょ今日はお開きでいいんじゃないかしらそんなせっかく来たのにねえネプちゃん最近冷たいよ技を磨き合った仲だったのに昔は昔もういい加減天守閣でやり合うのはやめましょう後で私たちが壊した瓦を直させられるのよ確かにそれは大変そうなんかごめんなさいおいアスカパープルハートの相手はするな。どうも調子が狂うんだよ。それよりもっと骨のある奴がいるだろう。ピリピリとした殺気をぶつけてくる奴がな。私のことか。てめえらを見てるとイライラすんだよ。戦うのもめんどくせえ。消えてくれるなら見逃してやるぞ。物は引用ですわ。戦うとどうしても目に入ってしまいますものね聞き飽きたでしょうしあえて言いませんわだからブランは戦いたくないのでしょうるせえペールだって早く終わらせたがってたじゃねえかそれはそうでしょう夜も更けエンジョイ勢は落ちガチ勢のみが残る魔の時間帯これからという時に早々にお帰りいただきたいですわいい加減にしてくださいこれがコンパ流最強と謳われる女神四人ですかあなたたちのようなふざけた存在は許せませんそうよせっかく来てくれたんだから真剣に相手するのが私たちの役目でしょブラックアウトさん
やはり女神4人の中でもあなただけは忍びですね。勘違いしないでよね。別にあなたたちのために言ってるんじゃないわ。これは私たちのためなんだから。褒められて嬉しそうね。夜中に会いに来てくれるからって、まさかノアール友達だって思っているんじゃないでしょう。そんなこと思ってないわよ。全員無駄口を叩きすぎだ。やる気があろうがなかろうが関係ない。敵のことなど気にせず任務を遂行するだけだ。そうだね。なんだか女神4人と戦ってると話しちゃって。ま、長い付き合いだからな。そんな関係にもケリをつけるとしよう。ああ、私たちは任務に従い、シェアクリスタルを破壊する。みやび、悪の誇りを舞い掲げる。任務に従う、さすがはハニパ4人。それならば仕方ありません。存分に可愛がって差し上げますわ。こっちのセリフだ。がっかりさせるなよ。ホムラ、舞い順じよう。懲りねえ奴らだ。二度と来れねえよ。ぶっ潰してやる。その不遜な態度、改めさせてあげます。ユン、鎮魂の夢に沈みましょう。やっと盛り上がってきたじゃない。こっちはいつでもいいわよ。帰り討ちにしてあげるわ。これも忍びの定め、悪く思わないでください。アスカ、舞い忍びます。結局こうなるのね。女神の力、思い知らせてあげる。いざ。何？これは砲撃？一体どこから？あれを、上に巨大な物体が浮いていますわ。空中戦艦でしょうか。見たか、マーベ国の力。ハートの国ももう終わりだな。いえ、そんな話は聞いていませんし、あれは見たこともありません。ハニパ4人が知らないのなら、ハートの国の秘密兵器ってことかしら。あなたたちの命運もここまでのよう。おい、んなわけねえだろ。自分たちの城に向けて砲撃する奴がどこにいるんだ。また撃ってきます。皆さん、避けて。じゃあ、あれは一体何なんだ。空中戦艦から光の柱が、何か降りてくるわ。ステータスクリア。ミッションスタート。機械の忍者。あの空中戦艦といい、見たことのない連中ね。エネミー、交渉を開始する。通告する。選べ、降伏か滅亡か。はあ、上等だ。どこのドイツか知らねえが、君は荒らしてただで済むと思うんじゃねえぞ。秘密兵器かと期待して損しましたが、しかし私には時間がありませんの。そろそろ片付けて切り上げますわよ。交渉決裂。フェーズ2コンバットオープン。まだ降りてくるの？
みんな、カッコ撃破するわよ。こっちにも来るよ。よくわからんが、かかってくるなら倒すまでだ。仕方ありませんね、助立ちしましょう。この混乱に乗じればシェアクリスタルを破壊するチャンスだ。ミヤジちゃん、分かっている。もし破壊できたとしても勝てない。隙をついたと言われては可能。行くぞ。デストロイ、あなたの相手は私。さあ行くわよ。私に任せなさい。その程度叩き伏せる。そこそこ、この術で。終わったわね。ネプチューヌ、そっちも終わったようね。あの空中戦艦はもう見えないわ。一体何だったのかしら。機械忍者たち、よく訓練された動きでしたわね。どこの流派でしょうか。それとどこの国かだろう。あんなでかい空中戦艦を所有するくらいだ、小国とは思えねえ。
イースンなら何か知っているかもしれないわ。状況の報告と合わせて聞いてみましょう。ネプちゃん、大丈夫ですか？ええ、問題ないわ。アスちゃんたちも無事だったようね。よかった。マーベ国もあの空中戦艦のことは知らないのよね。なあ、少なくとも私たちは知らない。はい、マーベ国のことも心配です。今宵はここまで。決着は次の機会に預けておきます。これからって時に邪魔が入ったな。次は今回の分もとことんやり合おう。そうだな。私もいい加減この長い戦に飽き飽きしてるんだ。それはこっちのセリフよ。いつでも相手になるわ。それどころじゃなくなるかもな。そうですわね。私もなんだか胸騒ぎがしますわ。はい、私も胸がざわざわします。だから私はなんだかイライラするんだが。ブラン、落ち着きなさい。無理に反応しなくていいから。それじゃあ、アスちゃん、手伝ってくれてありがとう。また会いましょう。はい、ネプちゃん、お疲れ様でした。なんだそりゃ、私たちは敵同士だぞ。分かってるけど、つい俺も言ってもらったし。それもアスカさんらしいですね。それでは失礼します。お前らの相手は私たちだ。よくわからん連中にやられるなよ。ではな。言ったわね。よっと。ネプー、なんか疲れたね。アシちゃんたちは今から帰るなんて大変そう。私たちはイストワールに報告ね。夜更けだけど大丈夫かしら。これだけの騒ぎですし、イストワールも起きていますわ。呼び出される前にさっさと済ませてしまいましょう。そうね、それじゃあ行きましょう。それにしても今回のコラボってブランにしてはハード。ナイトメアかな。うるさい。